皆さんこんばんは。2月8日の塩チャンネルです。今日は衆議院の方で予算委員会がありました。今日も引き続き私たちがずっと取り組み続けている休業支援金のことを川内議員そして山井議員が総理に突っ込んで聞いてくれました。少し整理をするとですね、この休業支援金、中小企業で働いている非正規の方、皆さん対象になるんですね。しかし大企業は対象にならないんです。ですので大企業で働いていた一部、休業支援金といいますか休業手当が支払われない方々がおりますので、そうした方々も何かしらの休業手当をお支払いしなくては私たちは彼ら彼女たちの生活が守れないと思っています。ですから休業支援金を対象にするべきだと半年かけて訴えてきて、ようやく総理も当事者たちと面会しその方向にとなりました。しかし厚労省が打ち出したのは今年の1月8日からということで、ここに大きなからくりがあったわけです。休業支援金は中小企業で働く人たちの場合なんですが、このルールとして、休業になる手前の半年間ですね、月に4回以上シフトに入っているとかけるその6ヶ月分だと、これぐらい働いていれば休業支援金の対象になりますよというルールが昨年10月末に発表されました。つまり1月8日からというふうに総理が言ったということはですよ、1月8日以前の半年間に月に4回以上のシフト半年間入っていないと休業支援金の対象にならないということなんですよ。多くの方々がそれだけのシフトに入っていないという現実があります。昨年のもう夏以降はですね、ですので総理が会われた方のほとんどがですね、対象にならないという可能性があるんです。事実私たちがお会いした方は対象になりません。今日はその総理がお会いされた当事者の方2名も予算委員会の傍聴に来て本当にがっかりされていました。前向きな答弁が何一つありませんでした。1月からではダメなんですね、昨年の4月からにやって4月からの対象としていただかないと彼ら彼女たちは休業手当が一切支払われないという状況に陥ってしまいます。私が今回これだけこの問題に取り組んでいるのは、私自身がずっと非正規だったからこそ、自分が今も非正規だったらどうなっているかということを考えれば何かしなくてはいけないと思い、この問題にずっと取り組んできています。そもそも休業手当ですね、保険を雇用保険払っていないわけですから払う必要ないなんていう冷たい人もいますが、休業支援金という制度を作ったわけです。中小企業で働いていた非正規の方々はこれ対象になりますよってしたわけですよね。じゃあどうして同じ条件で働いていたのに企業規模が違うということだけで大企業の方たち1年近く何の休業手当も支払われないという状況、政府の対応で差をつけているのか、私はここが一番の問題だと思っています。この問題落ち着いた後だいぶ経ってからですが、契約の問題とあと、契約の問題そして、雇用の在り方ですよね、ここはしっかりと議論をしていかなくてはいけないというふうに思っています。いずれにせよ今日厚労大臣、田村大臣、そして総理大臣、菅総理明言していただけませんでした。つまり総理と田村大臣が言った今年1月8日からの対象では、総理が会われた方は対象に休業支援金の対象にならない、この私がお会いしたんですからと、会ったんですからと言ったけれども、その総理がお会いしても対象にならないものを出してきたというものは問題ではないかと思っております。とにかく1年近く休業手当が入らない、政府が救済策に差を設けているということは不平等ですので、それこそ同一労働同一賃金、政府の手の差し伸べ方に差があるということはいけませんので、どうか引き続き検討をお願いいたします。それではまた明日。今日はとっても残念でした。